はい、どうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回はね、はい、こちら見ていきましょう。はい、これで、第3弾4弾か。はい、アセットコレクションズジャパン様から届きました、懐かしの商用車第4号ですね。さあでは早速ちょっとね見ていきたいと思いますが、第3弾まではあれだったんですよ、なんていうかな、段ボールで届いたんですけども、今回からはこのパッケージをこう簡単にこうねビニールで包んだようなね梱包になりましたね。さあそれではちょっと開けていきましょう。おでろよし。さあでは行きます。さあではでは行きたいと思いますが、なんか今回からパッケージの感じ変わりましたね。なんかちょっとこう情緒あふれるというかね、なんかこんな感じになっておりまして、正面はこうなってますね。でくるっとね側面はこのようになっておりまして、背面はこんな感じ。あ、こちらにはあれですね、今まで登場した車両のイラストと、でこれ今回のやつかな、まあこんな感じで4点のイラストが描かれてると。で反対側のね側面はこんな感じですね。でこれあれですね、外のカバーですね。なのでここからちょっと引きにくいような形になってると思うんで、ではでは行きましょうね。あれ、これん、どうなってるのこれ、ええ、どういうこと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 、あ、そういうことちょっと待って、これね僕も今ちょっと開けて初めて知ったんですけど、4号と5号これひょっとして一緒に来た、そういうことですよね。まあとりあえずこれね、ちょっとまあ車両の方ね、4号の方がスバルサンバ1961年ですね。こちらがね明治牛乳配達仕様、まあテンション上がるやつね。で第5号の方が松田系360の1969年札幌ビール配達仕様。これもまあまあいいね、このねビールのケースが。まあこんな感じの2つのこう冊子が入ってたんですが、まあおそらくこれ着てるかな。あ、てかこれ何これ、うわ、ディスプレイケースの広告載ってるやんか。ちょっと欲しいな、考えよう。で、右にはねボリューム6号のこの次回の予告が載ってますね。次はダイハツ CM8 かな、醤油店配達しよう。すごいな、まあとにかく荷物を載せりゃもういいみたいなそんなこと言ったら怒られるんですけど、これで5号で、まあ、100何号まで20号か、まあ、あるんでね、まあ楽しみにしておりますが、とりあえず一旦こう冊子を置いときまして、でここか、ここにはということはミニカーが2台入ってるはずなんですけども、ではちょっと開けていきましょうかね。よいしょ。さあではではではどんな感じで入ってるのかな。おお、こうなっております。あ、ちょっとなんかえらい木くずやらなんやらいっぱい乗っちゃってるんですけど、あ、でもなんかスペース的にはこの感じの方が助かるね。1号1号ねすごいごつかったら大変なんで、コレクション的にはちょっとこのタイプの方が助かります。じゃあちょっとね直しましょうね。はい、こんな感じでちょっと僕想定外だったんですけども、今回ねこちらね4号と5号がね同時に届いたんで、ではではね2つの車両ね一気にね見ていきたいと思います。まあパッケージはこう今までのねシリーズともう同じですね。まあブリスターパックなんでね、ちょっとこう切らないといけないんですけどもね。さあでは開けていきましょうか。では4号のこっちからいきましょう。まずはスバルサンバのね1961年明治牛乳配達仕様ですね。さあさあそれではねちょっとカッターの方で開けていきますが、よいしょ。これあれかな、そこから、でもそこから切り抜くかやっぱりこの上切った方がいいよね。台座をねちょっと傷つけないように気をつけたいと思いますが、よいしょ。さあではではでは開けていきましょう。はい、これで OK。 ではでは楽しんでまいります。さあではね台座に乗せたままでね失礼いたしますが、まず1台目ね、スバルサンバ1961年明治牛乳配達仕様ですね。ではでは見ていきましょう。いや、やっぱねもうダスト素晴らしいですね。はい、まずね正面はこのようになっておりまして、いやもうミラーとかほんとこう触っちゃいけないよっていうぐらいね、もう繊細な作りですよね。いいね。でヘッドライトは丸型の、これはクリアパーツがこのようにはめ込みされてて、台座の部分もねシルバーの塗装がちゃんと入っております。でウィンカーはこれはオレンジの塗装かな。で真ん中にはエンブレムがありまして、その下にはサンバーと書いてるのかな。でさらに下にはナンバーもきちんとね記載されております。でバンパーは白色で、メインのボディカラーはこれは濃いめのブルーと言っていいでしょうか。はい、このようなデザイン、かっこいいね。で側面、はい、横から見るとこうなっておりまして、いいですねこのラッピングいいね。ドアのところね、まずね、はい、明治牛乳、こちら106牛乳店っていうものかな。でその下ちょっとちっちゃいんでね読めないで後で拡大したいと思いますが、このようにしっかりと文字のプリントで入ってます。でデザイン的にはねこう黄色いラインがねこんな感じで入っております。
押して、あとここにもちょっとマーク書いてましたね。で後ろの炎の部分ですね、こちらにはね明治、これなんて書いてある、これ羽ちょっと小さいんでね、後で大きくしましょう、ヨーグルトと書いてありますね。でここにもマークが書いてあると。てかこのまあホロの質感もなかなかいいですね。こうグレーの一応成型色にはなるんですけども、なかなかいい感じを醸し出しております。てかここのプリントとかも結構細かくてね、かっこいいね。でホイールはこのようになっておりますね、ちょっとこうアルミっぽい感じで、後ろの部分ははいこうなっておりまして、あ中にちょっとなんかいっぱい箱積んでる、すごい、何の箱でしょうこれ、牛乳か牛乳屋さんだから牛乳です。これ取れるのかな、このホロの、あ取れないですね、さすがにこれは取れたりしないかな、うん、まあ取れないけどちゃんとねこう中積んでるのがいいですよね。であとはテールのレンズは塗装仕上げで、でナンバーやあとここの文字とかもねきちんとこのようにプリントで書いてあります。で反対側のね側面ですがこうなっております。で、はい、こちら側はね鏡文字になってますね、すべて鏡文字になっております。この反対な感じもいいですよね。で上から見てみると、はいこうなって、でそこですね、そこはねこれ台座から外さないといけないんですけども、ここは特殊ネジです、三角のネジですね。ねこちらをねちょっとね外していきましょう。これね外すときに気をつけないとね車両がちょっと落ちちゃうんでね、まあ購入された方外すときは気をつけてくださいね。はい、ネジの位置もちゃんとこう覚えておいた方がいいかもしれない。さあ1本2本と外して、でこの台座と、ね、車両の間にこの車両も多分スペーサーが入っているはずなので、それも気をつけて取り外したいと思います。さあどうなってるんでしょうか、あこことあとこれですね、このスペーサーをなくさないようにね。でまあねそこを確認するだけですけどもね、はいそこの部分はこのようになっております。あんま覗かれることもないんですけどもね、きちっと使えてます。でタイヤのパターンもね、はいこのようにバッチリで、このシリーズですがもう完全にディスプレイを意識してね作られてるんで、タイヤとかのねこう素材はいいんですけども、手転がしになるとちょっとね若干こう抵抗があるような感じになってるんで、あまり本当に手転がし遊びとかもねちょっと向いてない車両になってるのかなと。まあということで、はいこれ1台目ですね、スバルサンバー1961年の明治牛乳配達仕様でした。かっこよかったね、安定感あるねやっぱね商用車っていうのは。さあそれではね続いてねボリューム5の方に行っていきましょう。ではではね早速ちょっと開けていきましょうか。いやまさか5来ると思ってなかったんで、これは結構ちょっとね気持ち的には嬉しいですね。よし、さあそれではよいしょ、開けてこちらをね見ていきましょうか。さあさあさあ綺麗に開けれるかなと、よいしょ、おっと気をつけてね、さあどうかな、いけるかな、よいしょ、ちょっと開けてなかった、よいしょ、歯が甘かったですね、よしこれでいけるでしょう、無理か、いけた。ではでは見ていきたいと思います。さあでは、ね、2台目ね、マスダ K360 の1969年札幌ビール配達賞です。このとにかくこう後ろのこのビールのこの瓶積んでる感じがいいね、このケースか、いや結構リアルだ。で、はい、ね、車両の方ですが、フロントこんな感じです。まあ、特徴のある顔ですね。いいね。こう、雰囲気あるわ。バンパーがなんかもうよくわかんない。こんな形ね。すごいな、これ。で、こちらもね、ミラーはかなり繊細に作られてるんで、ちょっと触りたくはないですね。で、ワイパーなどもバッチリと。で、デザイン的には下半分が黄色かな。で、上半分が白となっております。で横ね側面から見るとこうなっておりまして、まあこちらもねいろんなこうマークや文字ですね、はいこのようにねしっかりとプリントで入ってます。後ろはおなじみ札幌ビールの文字ですね、いいですね。でホイールもねこんな感じでアルミタイプと。でなんといってもねこの2台のこのねもうビールのケースなんですけども、結構豪快に積んでますよね。高さこれ3つか3段積んでるのが、4つあるような形、いやかなりリアルこれビールのケースのねこの質感がいいですよね、このね、うん、かっこいいわ。でテールの部分ですが、はいこちら側にもね札幌ビール、そしてね、これは江波商店かな、まあこんな感じの、ね、文字もしっかりと書かれてます。でナンバーもバッチリですね。で反対側のね側面ですが、はいこちら側はこのようになっておりまして、まあまあこちらもね文字書きバッチリと。
で上から見るとこうなっていて、でこちらも特殊ネジなので、では外してしまいましょう。こちらも外すときはちょっと気をつけてください。よいしょと、どうやら甘かったみたい。よし、これで OK。 さあ、ではでは取っていきます。こちらもスペーサーがついてるんでね、こちら外れにくい、固まってるから無理せんとこあれ、これ外れないの？本当に外れへんね、やめとこう。で、はい、そこの部分は、はい、このようになってます。こちらもね、まあ、しっかりと作られてますね。うん。で、もちろんね、こう、タイヤのパターンもしっかりと刻まれてて、タイヤはゴム製になってます。で、こちらもね、まあ、押すものではないんですけども、一応ね、手転がしはね、できるようになってますね。はい、ということでね、こちらね、二つ目、マツダ K360 の1969年札幌ビール配達仕様でした。いいですね。おっと、ミラー触っちゃったら抜けちゃった。これはやばい。ちょっと折れちゃったのかな？大丈夫かな？お、大丈夫だ。はい、とりあえずね、まあ、あの、今みたいなこともあるんで、本当あの、出される方はね、ミラーに気をつけてくださいね。僕自身も今ちょっとね、言い聞かしたいと思います。いやー、繊細すぎて本当にちょっと今ビビっちゃいましたね。はい、ということで今回はアセットコレクションズジャパンさんの、僕自身は初めてね、あの、定期購読しておりますが、今回はナンバー4番とナンバー5番のね、車両が届きましたので、一気にね、見てみましたが、さあ皆様いかがだったでしょうか。まあ、あの、定期購読ね、されてる方は、まあ、同じようにね、手元に届いてると思うんですが、これ自身はもう、あれかな？書店の店頭とかで売られてないんですかね？ちょっとね、そのあたりは確認してないんですけども、まあ気になる方いらっしゃいましたらね、まだまだ多分ね、定期購読すると1号から多分ね、読めると思うんで、車両の方もね、楽しめると思うんでね、気になる方はぜひね、公式のサイトの方で見てね、チェックしてみてください。まあ本当にね、今回もね、どちらもね、こう、味のあるね、素敵なね、車両に仕上がってたんで、いや、本当ね、今後の展開ね、非常にね、楽しみですね。ただね、まだ100台以上ね、待ち構えてるんでね、いや、どうなるんでしょう、本当。すんごく気になるところですがね、また届き次第ね、紹介したいと思うんで、楽しみにね、待っていてください。まあということで、今回はね、この辺りにしときたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のね、チャンネル登録やコメント評価、どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あと、Twitter やインスタもやってますので、そちらのフォローの方もね、ぜひよろしくお願いいたします。では、今回も最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いしましょう。ではでは、ごきげんよう。さよなら、バイバイ。